メアリー・ディレニーは、イギリスのペーパークラフト作家、画家、演芸家である。作家のジョナサン・スウィフトや作曲家のゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルらの知人と交わした、書簡集を出版したことでも知られる。ウィルトシャーのカウルストンで生まれた。祖,祖父が、軍人のベビル・グランビルで、おじに、政治家で劇作家の初代ランズダウン男クジョージ・グランビルがいる。幼い頃、家族は、 ロンドンに移り、おばのスタンリー夫人と暮らし、夫人から英語やフランス語、歴史、音楽、裁縫、ダンスなど王室の助官となる教育を受けた。10歳の時にメアリーは、ロンドンを初めて訪れたヘンデルと出会い、手紙のやりとりやヘンデルへの支援は、ヘンデルの没する1759年まで続いた。1714年にアンジョ王が没して、スチュアート朝が断絶し、 王室内の勢力関係が変わると、グランビル家はグロスタシャーに移り、政治から離れた。17歳の時に、叔父の遺行で、60歳の政治家で裕福な地主のアレクサンダー・ペンダーブスと結婚した。コーンウォールの夫の屋敷で過ごし、1721年に夫婦でロンドンに戻った。1726年に夫は没するが、遺産は継承できなかった。 ロンドンでは後にブルーストッキングサークルと呼ばれる、知的な女性の中で過ごすことになった。アイルランドの牧師で金持ちの未亡人と結婚し、文学的な趣味人として過ごしていた、パトリック・ディレーニーと知り合い、ディレーニーの妻が1741年に没した後、1743年に結婚した。1744年に、夫がアイルランド教会の養殖、 ディーン・オブ・ダウンに就任した後はアイルランドのダブリンに住んだ。ダブリンでは夫と演芸などを楽しんだ。植物学者のジョゼフ・バンクスやダニエル・ソランダーとも知り合った。1761年に出版された六巻の書簡集は貴族や作家のスイフと作曲家のヘンデルとの書簡が収められていて貴重な資料となっている。二度目の夫は1768年に没死した。 神細工による花のオブジェで知られていて、これは現在大英博物館に展示されている。70歳を過ぎてから制作が始められ、視力を失う88歳になるまで985の紙による花の模型が作り上げられた。ありがとうございます。